さんこんにちは。テニスメカニズム研究所へようこそ。ボールを厚く潰しながらトップスピンが打てるストローカーは間違いなくラリーの主導権を握ることができます。ラリーの主導権が取れると相手に常にプレッシャーをかけることができるので、相手を押し込むことのできるフォアハンドの威力と精度は間違いなく必要です。フォアハンドの威力と精度を上げるためには、ボールに効率よく力を伝え、ミート率を安定させる必要がありますが、スピンをかけることばかりに意識を向けすぎると薄い当たりの威力のないボールになったり、ガシャリが出たりしてしまいます。錦織選手の試合映像を分析し、実戦で使えるフォアハンドのメカニズムを学んでいきましょう。ちなみに以前解説して大好評だったこちらの動画を見るとよりわかりやすい内容になっているので、ぜひチェックしてみてください。今回は錦織圭選手をモデルにフォアハンドストロークについて分析をしていきます。この動画を見ればの実践的な熱いフォアハンドのメカニズムがわかり、スキルアップのヒントを得ることができるはずです。それでは行きましょう。このチャンネルではトッププロをモデルにしてテニス動作のメカニズムを分析していくので、練習の質を上げるヒントを得たい方はぜひチャンネル登録をお願いします。また公式 LINE では個別相談にお答えしています。国家資格の知識をもとにテニスに役立つ知識を発信しているので、概要欄からぜひご活用ください。まずはこちらをご覧ください。錦織選手の試合映像を確認していきましょう。それでは解説していきます。錦織選手のサーブが相手選手のボディに決まり、主導権を握れた展開からラリーが始まります。相手選手のリターンはかなり深いところに決まっていますが、十分に構えて打つ時間があります。この時の錦織選手の体の状態に注目しましょう。オープンスタンスで軸足となる右足についてはやや深めに膝は曲がっており、何より体と足首の角度が平行になるくらい地面に対して斜めに軸と傾けていることが確認できます。結論になりますが、この下半身や体の角度こそがボールを厚く捉えるために必須となっていると考えています。当たり前ですが、通常このままの姿勢で重力の影響を考えると体は前に倒れていきますよね。熱く威力のあるボールを打つには、この体が自然に打球方向に向かっていく力も利用していく必要があります。体の軸は垂直を保ち続けなければならないと考えている方もいるかもしれないですが、力学的にはこの前への推進力は積極的に利用していくべきだと思います。このショットでは打ち終わりに錦織選手の右足は前にステップが出ていますが、この動きも前方への推進力がないとなかなか難しいです。ベースラインからの3球目攻撃はこの動きを意識していきたいですね。ラリーは展開してダウンザラインを切り返され、クロスボールをランニングショットで処理する場面ですね。これは下がりながら打つショットになります。ここでは、ステップが後ろ方向になりますが、体が後ろに倒れることはありません。少しでも、軸が後ろに傾いてしまうと、ミート率はかなり下がってしまいます。これはかなり難易度の高いショットと言えますね。そして次に、注目してもらいたいのはこのショットです。右足を軸足にして、やや軌道の高いショットになります。錦織選手はペースを落としたい時やコントロール重視の場面でこのショットを選択します。ラケット軌道も通常より下から上に行く軌道になり、打ち終わりに左足が後方へステップすることが特徴ですね。やや後ろ重心で行うショットになるので、ボールは浅くなりやすく、右足の軸をしっかり作り、膝の柔軟な動きによりしっかりと深いボールを打ちましょう。この打ち方ができると、ボールに緩急をつけたり、低いボールの処理も楽になるはずです。この緩いボールの後は、左足で踏み込んで、相手をコートに外に追い出す、角度のあるフォアハンドを打っていますね。
ゆるいボールからの角度のあるボールは緩急をつけるための戦術として参考になりそうですね。この後は浅くなったボールをアプローチでさらに相手を追い詰めネットプレイに持っていきます。このアプローチは若干うまかったですが、相手にプレッシャーをかけることができていたのでネットミスを誘うことができました。今日の動画のまとめに入ります。今日の動画のポイントとなるショットは踏み込むストロークと緩急のストロークですね。踏み込んでいくストロークのポイントは下半身や体の角度を意識することです。オープンスタンスで軸足となる右足についてはやや深めに膝は曲がっており、体と足首の角度が平行になるくらい地面に対して斜めに軸と傾けていることが確認できましたね。圧く威力のあるボールを打つにはこの体が自然に打球方向に向かっていく力も利用していく必要があると考えています。ショットの打ち終わりに右足は前にステップが出ることも前方への推進力が活かせているかの目安になりますね。次に緩急のストロークですが、錦織選手はペースを落としたい時やコントロール重視の場面でやや軌道の高いショットを選択します。ラケット軌道も通常より下から上に行く軌道になり、打ち終わりに左足が後方へステップすることが特徴でしたね。右足の軸をしっかり作り、膝の柔軟な動きによりしっかりとボールを捉えないとボールが浅くなるので注意が必要ですが、この打ち方ができるチェンジオブペースも可能となり、また低いボールの処理も楽になるはずです。緩いボールで相手の甘いボールを誘い出すための戦術として参考にしてみてくださいね。今回の動画は以上になります。フォアハンドにお悩みの方はぜひ一度今日の動画で解説した内容を試してみてくださいね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルの過去動画でもトッププロをモデルにしてテニス動作のメカニズムを分析をしているので、興味がある方はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。